6月30日はですね名越の大原へという日ですね例えば古事記に出てくるヤマタのオロチそれは浄化されるんですよねで、6月30日までにぜひやってほしいことの3つ今からお伝えします皆さんこんにちは世界で活躍する竜使い竜神サッカーしんです今日も竜10部始めていきますトゥルトゥトゥおめでとうございます今日は 6月30日までに3つこれやってお伝えします。最後まで見てね。 この番組は誰でも開運できる方法をお伝えしております竜神様のお力で人生を上昇させるっていう番組です楽しいな面白いなためになったなと思ったらチャンネル登録をお願いいたします僕の公式 LINE そして僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター妖精スクールの公式 LINE ご登録をお願いいたしますねはい本題に入ります前に8月11日12日スピリチュアルフェスティバルを幕張メッセで行います人気 YouTuber さんスピリチュアル作家さんそういった方々をお招きしたりブース出展でセッションやったり物販やったりたくさんの 催し物が盛りだくさんの2日間になります。このイベントでは僕がもしくは僕以外のですねスピリチュアルティーチャーさんたちが共同でですね共同創造、えー、いろいろな高次元な存在、竜や天使や宇宙存在そういった方々とつながってですね波動を一気に高めるというそういうミッションがあります。えー、この会にですね、えー、フェスに来ていただくだけでエネルギーが爆上がりするという会になってますので来ない理由はありません。ぜひ来てください。本当に。 番章を繰り合わせてというかね、えー、いろいろな予定をこういう調整していただいて是非来ていただけますと、えー、信号的にはとても嬉しく思いますそしてもう歴史に残るこの1回目ですよね1回目は1回目しかないんですよもうこれだけで伝説伝説のこの初回にですね是非あなたの力が必要です助けてください一緒にやりましょうありがとうございます ぜひ、えー、来てくださいね詳しいことは概要欄に貼ってありますので概要欄のスピリチュアルフェスティバルの公式サイトチェックしてみてください。そこから無料チケッットトがゲットできますぜひ来てねはい、ということで本題に入りましょう6月30日までにこれやって3つっていう話をします6月30日はですね名越の大原絵と,、ね、というのはね年に2回あるんですね要は半年に1回の、まあ、払いの儀式です。 半年分の邪気を神社などで払うね。それが6月30日と12月31日にあるんですね。実は大晦日にね。払いの儀式があるんですね。で、有名なのはこの名護市の大払いでしてまあ、6月ってね。だんだん暑くなってきて、少し疲れが溜まってきている時に神社に行けばこの血の輪っていうのがね。あって、そこをくぐることによって邪気払いをしたりしますよね。皆さんもねやったことがあるんじゃないかなと思います。 で、このね、えー、血の輪なんですけれども、一説によると、このね、地という言葉が龍と関係があるらしいんですよね。例えば、古事記に出てくるヤマタノオロチ。まあ、悪役ではありますけれども、龍ですよね。あとはね、昔の龍の名前でね、水土っていうのがあったりするんですよ。なぜか龍に関係するのが血という言葉がついているんですよね。 でこれ昔の人はね、地イコール流だってね捉えてた、そういう背景もあるそうなんです。じゃあ地の輪って何かというと、まあそのまま言葉のまま言うと、流の輪ですよね。なんか流がぐるっと一周しているように見えますよね。まあこれは諸説ありますので、これが正解ということではなく、まあ一つの説だと思って聞いてくださいね。で、地の輪くぐりをすると邪気が払われるというのは、まあ流の輪をくぐっているわけです。しかも八の字にこうやってね、流の 無限大の感じでねこうやってくぐっていくでしょだから竜の輪を無限大の竜のシンボルねインフィニティの感じでくぐっていけばそれは浄化されるんですよねぜひねやってほしいんですで、6月30日までにぜひやってほしいことの3つ今からお伝えします1つ目1つ目は神社に行くですねまあ、ズバリ神社に行ってくださいなかなか神社行かなかったっていう人もいるんじゃないですかね え、そういう方々はですね。ぜひね。この6月の後半行ってください。え、血の枠ぐりがあるところが一番いいですね。チノアがあるところで血の枠ぐりをしてえ、そしてえこの6月までのね。 邪気を浄化してきてきください、はい、楽しいからね血の輪くぐるねこうやって一周二周一周二周みたいなねあのでくぐり方わからないっていう人もねその血の輪のところ脇にですねくぐり方が書いてありますのでねぜひそれを読みながら、まあ、神社さんの指示に従って血の輪くぐりをやっていただけたらと思います。二つ,つ目は断捨離ををすするですこれ、ね、12月末に大掃除をして 片付けたんだけれどもそれ以来ちょっと部屋がなかなか片付いてないよ忙しかったりとかね病気をしてたりとかそんな風にしてちょっとね部屋がごちゃごちゃしてるよっていう人も中にはいると思うんですようんでそれは別に責めてるわけじゃないんですねせっかくなのでこのタイミングでね断捨離をしてほしいんです必要じゃないものを捨てる捨てる捨てる断捨離ありがとうって言いながらですねありがとうって言いながら捨てるこれね 結構スピリチュアル系の人捨てられない人多いんだよね溜め込もうとする人ねで、お部屋に物が溜め込まれていると自分の体にも邪気を溜め込みやすいですからどんどん捨てる癖をつけてくださいで、なぜ人は物を捨てられないかというとまた使うかもしれないって思うから捨てられないんだよねこれ使うかもしれないまた後でなんかあるかもしれないって思うから捨てられないんですね ぜひねそういったものも捨ててくださいいや、明確にこれ絶対あさって使うとかそういうものは捨てちゃダメですよ例えば鍋一式とかね <laughs> 料理するのに明日使うもしくは今日の夜使うってものをわざわざ捨ててはいけませんよそうじゃなくてこれしばらく使ってないけれどもでもひょっとしたら今後使うかもしれないなでも多分使わないな でも捨てたらまた買わなきゃいけないかもなっていうものをぜひ捨ててみてください。はい、でね僕そういうものをどんどん捨てるんです。もしくは人にあげるんです。でこの研究結果において過去やってきたんです過去そういうことやってきた研究結果においてああ捨てなきゃよかったって思うものって100個に1個です。これ使うかもなと思って 捨てられないと感じるんだけど思い切って捨ててみたもの100個のうちああ捨てなきゃよかったって思ったものは100個のうち1個しかないです100分の1です0にはでできないんですよやっぱりねどうしてもあああれは捨てなきゃよかったなっていうね間違えたっていうのもあるんですよでもこれ人間だからしょうがないですよね失敗ああ捨てなきゃよかったって思うものはもあるよ 後で使うかなと思っていても、実際には使わないものの方が九十九個あるの。だから、ぜひ。捨ててください。後で使うかもなと思うものもね。捨ててください。で一個ぐらいはね、ああ、捨てなきゃかって思うかもしれない。でも、その時に即座に思い出してください。他の九十九個、もしくは捨ててきたものって。使ってた、使うかな。 いや使わないなって思うとどん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 物が捨てられるようになりますで、ね、その1回のミス100個捨てて1個はやっぱり捨てなきゃよかったって思ってしまうこのミスを許容できないのは逆に言うと完璧主義者ななんですね自分に失敗を許せないいいんですよ捨てなきゃよかったって思っても失敗したって思ってもしょうがないじゃないですか人間なんだから。ね だから失敗するかもしれないけどどんどん捨てていくっていうことをするとねすごいねメンタルが鍛えられるんですよ。鍛えるっていうのは何かねなんか厳しい修行をするとかそういうことじゃないんだけどただただ捨てるだけでまず決断力がつく捨てるって決める決断力がつくしまあ部屋が綺麗になっていくんでしょそうすると心がすっきりしてメンタルが軽くなりますよね。 あとは失敗しうんいろんなね嫌じゃないですかなんかすっごい修行して大変な思いして腕立て伏せ100回とかスクワット100回して心を鍛えたりするよりも自分の部屋をきれいにしながらメンタルを整えていく鍛えていく鍛えるって言い方が悪いねなんかクリアリングしていく感じだよねうん。 それってすすごく良く良ないですか、ね、多分私メンタル弱いんですとかね豆腐メンタルなんですっていう人いると思うんですそういう人は是非ね物を捨ててくださいできっと豆腐メンタルとかメンタル弱いんですって思ってる人って部屋が汚いですなぜかというとそれも責めてるんじゃなくってこの名越の大払いのタイミングで ちょっと部屋をきれいにしながら自分の心もきれいにしてみませんかっていう提案ですねはいそして3つ目3つ目はね観葉植物やお花を置くっていうことですねきれいになった部屋、ね、観葉植物やお花を置くとねすごくエネルギーが上がりますよねでお花特にいいよねお花はもうまあ、観葉植物もそうなんですけどこう存在しているだけで役に立っているじゃないですかで実は私たち人間もそうなんですよ 存在しているだけで人の役に立ってるんです役に立とうと思わなくたって役に立ってるんですお花って綺麗ですよねでもお花が「私綺麗でしょ!」あなたのことを癒すわよってやってないよねただただ咲いているだけじゃないですか、うん、で私たち人間も実は存在するだけで人を癒したりとかね人に感謝されたりするっていうのあるんですよ何かを与えようとしなくてもただただ私でいるだけで 周りがハッピーになっていくってていいいくう人もいるんですね。で、これ聞いてる中で「いや私そんなことないですよ」って思っている人私は存在するだけで癒すなんてそんなことやれないですよって思った人一秒でも思った人きっとあなたはそういう人です面白いですよね人は自分の才能を受け取れないんですよいやそんなことないです絶対無理ですって言ってる人ほどそういう才能があるんだよね、うん、そうなのでぜひね あなたもただいるだけでお花のように咲くそして人を癒したりとか元気づけられるようなそんな人になるために まあ、断捨離をしたあとのお部屋にお花を置いたり観葉植物を置いてみたりして心をクリアリアングしてくださいそうするとですね6月30日の、ね、名護市の大払いの日に、まあ、浄化のエネルギーとそしてまあちょっと前まで下至のエネルギーがあってそのエネルギーも入ってくるしそれからまた8月のねライオンズゲートのエネルギーとかドラゴンズゲートのエネルギーとかいっぱいいろんなものがね入ってくるのでねいいエネルギーが。 入ってきますので、ぜひこの1,2,3、神社に行く断捨離をするお花や観葉植物を置くやってみてね。いつも励みになってます。ありがとうございます。見ていただいたあなた、愛してるよ。せーの、竜、金、龍城、爆場、またねー。